ファンネルがお送りするセキロ続きをやってまいりたいと思います。はい、今回では、いよいよ最後のバトルかなと思う、どこに行けばいいんだっけ。ジョーカーじゃなくて本庄、あ、これですね。ここ抜け穴前に行こうと思ってたんですが、その前にもうずっと教えてなかったんですけど、品津半兵衛さんに不思議のことをついにちょっと教えてみようかと思います。どうなるのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと話しかけてみますね。そこもとか。はい、それがしを使い刀の修練を積むがいい。はい、今までどうもありがとうございます。で、不思議についてちょっと教えてみましょう。背中の大立ちについて話してくれる気になったか。はい、それが誠は何なのかを。不思議だと教える。不思議だ。なんと誠にあったか。ならばそこもとよ、不思議で我が品津を立ってはくれぬか。おい、殺したくない。断る。じゃが断る。そう無理強いはせぬ。だが情けと思うならば頼む。心変わりしたならばいつでも言うてくれ。これまた来るがいい。これ悩むね。そこの元の技の試しいくらでも受けようぞ。辛いのかな、これ生きてて。今ね、こんな死ねない体どうします。まあラストなんで男の頼み聞いてやるか。そこもとか。はい、じゃあ分かりました、やりますよ。そこもとよ。それが承知。承知した。かたじけない。まさに解釈ってやつ。そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。関城？次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。おっと、次に来るまで。次にそこもとが。あれ、いいんすか、私もうラスト最後戻ってくることになるのかな。じゃあそんな感じです。一応受け負いましたんでね。じゃあ私はラストかなと思われるバトルの前に、そうだった、最後忍びの任務だっけ、強化義手任務、これ最後のやつ作成しなかったんだよね。金が足りねえ、無理だルリローだっけのアイテム持ってるんで、まあいいか、最後ちょっとやらずに行きますわ。多分最後は小細工は通用しないんではないでしょうかね。なんかそんな気がするけど。ではでは、寄り道してしまいましたが、抜け穴前行きたいと思います。まあ私が勝手にこれラストだと思ってるだけで、実はまだちょっとあるかもしれませんからね。さっきの半兵衛さんみたいになんかまた来るの待ってるよって言ってますから。か、私が話しかけるタイミングが遅すぎて今こうなってるだけの可能性もありますね。ちょっとわかんないっす。とりあえずこのまま、源一郎さんのところにね、まあ、源一郎さんであろうところに行きましょう。開く。はい、抜け穴の鍵。敵いねえやな、まさか。ここで出てこられても困るんだけどね。巫女様が待ってるよ。あ、着いた着いた。ここだ、ここ。誰かいます？巫女、あ、誰かいるな。隠れて、いや、隠れていく必要もねえだろ。お、びっくりした。石が砕けた。あれ、巫女様どうした？黒様。あ、血が出てる。取られた？久しいな。巫女の忍び、見よ、不思議のもう一振りよ。おお、もう一振りあったの？
そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。そんなことないよ。行為。今度こそ決着を。参る。ああ、しまいとしよう。また巴の雷使ってくるのかな。アシナを生かす。ふっ、待って、これやばいでしょ。絶対不思議に。ジー、参ったな。いってー、ちょっと待って。いや、やめろお前、今回復アイテムしてねえんだよ俺。よいしょ。何これ、好きなの一応。どうしようね、私今そういえば技何してる。うえー、うわー、ちょっと待って、やめて。痛い。めっちゃ血出るじゃん。いい、不思議にまずいって。やばいやばいやばい。よいしょ、めっちゃガードするじゃん。いい、スーパーアーマーついてんの。よいしょ、ちょっと一回回復。じゃあやめろって。弓矢まで使ってくんのかい。よいしょ、あれ突き攻撃じゃねえのかな。待って。死んだ。やべ、超強え。回生。その力だ。欲しいの？あげないよ。あー、一応あの攻撃はある意味好きだな。ちょ、やめろって。うわねー、これ右側に避けりゃいいのかな。おー、吹っ飛ぶ。これ落ちたりしないよね。いって、うい、弓もいい感じで使ってくるね。やばい、不思議に。おお、ガードできるのか。ちょっとガードの内側からやられたけど、あおお。ちょっと飲んでるから、ちょっと強い。これ参ったな、初戦でこんなにも希望が。あれ、体力ゲージ何本あったろ、見てなかったな。3本ぐらいあんのかな。でももうあれだよね、1回倒した後復活した状態の源一郎さんだから、ある意味1回倒してまたなんか姿変わってみたいな感じか。ちょっともうご利用しじゃねえ、間違った。もう何度も何度も挑みますね。もうここまで来たら竜害かかっても同じでしょ。まあ、直せる竜印の涙はありますからね。よし、じゃあちょっとスキップします。これ毎回同じことを繰り返しちゃうから。あれ、スキップできない。あ、できた。そうですか。あ、ちゃ、だからあぶねえ。あれ、どうやって避けんだろう。ふっ、よいしょ。うぅ、ちょ、怖い。ういっ、ういっ、いって。いって、もう一発。どうせ弓矢くんだろう。うっと、死んだ。ちょっと早いな。返せ。その力だ。うい、うい、危ない。いや、勝ち筋が見えない。もうちょっとさ、あの、よいしょ、なんだっけ、不思議でやったら相手の体幹削れるとかねえのかな。いって、弓矢使うのよ。ふっ、それ何なの、掴み攻撃だった。
もう一杯、もう一杯だって。あだだだだだ、これや回復のタイミングもねえな。おい、むずい。いやーこれやばいな、体幹削れるな。おい、おい、いい、いい、おい、痛い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 。こっちも不思議にバンバン使っていくしかねえのかな。いって、待って、回復。おおおお、不思議り、あらちょ、まずい、うっ、ダメだ、不思議に使えねえな。あー強い。いや1ゲージも減らせねえぞこれじゃ。はい、やってまいりますよ。もうどうあがいても高いぐらいやらないと無理だね、これ第一形態すら。よし、ムービーをストップというかカットして。ああ、もういきなり不思議りかよ。でこれですぐ危険になるから、ある意味隙は大きいのかな。おい、あおガードできるけどさ、よいしょ、いって、うい、うい、マジかこいつ、いって、回復外したな。ちょっとやばいやばいやばい、全然変ねえし。うぅ、うっ、回避できない。おぉ、マジか。ちょっと後ろ後ろ、ガード、この、いやーこれは、おい、おい、おぉ、不思議り、遠距離すぎませんかね。せい、おぉ、不思議りよ、こちらの不思議りよ、不思議り、せい、せい、すげえ、体幹削れんね。せい、せい、やばい、なミスター、ちょっと待って、うー、なーい、待って、こいつには不思議が効くことが分かった。うっ、うっ、後ろを取って、よいしょ、 OK、 あれ一発目、どうせこれじゃ終わらないから。不思議りご利用ししちゃいましたね。俺は結局何もできなかった。だがリュウインがこの国を生かす。あ、もうリュウイン取っちゃったの、このこれで源一郎さん。信濃の世は開ける。何？なんか出てきたけど。哀れな孫の最後の願いじゃ。え、どういうことなの？わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ、
あれ一心様出てきた。参れ関野。ちょっと待て、 なんでしかも体力ゲージ3つはきついだろう。このおじさんちょっときついな。っていうか私片白もう1個しかねえ。片白流し使って、あいつ絶対カウンタータイプだろ、攻撃してこないもんやめてくれ。どう出る。いやあれ立ちだもんね。おおおお、マジか。ああ、ここで剣撃をやるのか。何何それ。おおお、お前ヤバくねえかそれ。もう人じゃねえよそれ。まあもう生き返ってる時点で人じゃねえのかもしんないけど。ああ、やめろ。回復。おお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 い、待って、なんだ今何、今私攻撃できなかったんだけど。えっえっえっ、そういうことか。おお、月か、わかんねえなこの人のモーション。やばい、これやばい、絶対やばいよねだってそれ私も持ってるもん、教えてもらったからさ。おお、はえ、距離取って、もう全然この人減らねえし。えっえっえっ、隙っていうもんがねえのかい。うっ、ちょ待てって。ああ、すげえな。よいしょ、うっ、おっとおっとっと、そっか剣撃で行って、えい、死んだ。いやこれはやめとこうね。この人は体幹大事になるな。最初の源一郎さんがでもきっついな。はい、やっていきたいと思います。ちょっとすいません、テロップで現状とかの状態をねこう入れておきますんで、ちょっとねあの動画外で練習するために日にちを置いてますんでね。じゃあやっていきたいと思います。いや本当に勝てませんよこれ。もう何回巫女様は殺されて、何回私と巫女様がねやられたか。よいしょ、切って切って回避して、今のはなぜかスーパーマチュガーかな。ジャンプさせねえよ、ジャンプして踏んで、よいしょ、あぶねえ、ちょっと待って、キルキル、痛い、キル、うん、ガードガードガードじゃねえよ、回復して、いや、よいしょ、切って、こいつもなかなか強くなったもんじゃん。回避、よいしょ、オッケー。ちょっと一心様の前に回復して、でこれを使って、よし、ガードガード、待って、ガードできない、痛い、ちょっと待って、ガード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 、やばいやばいやばい、ビームで体幹回復しちゃうのはしょうがねえな。これガードガード、回避、切って切って、ガードガードガード、これ逃げる、よし、切る、ガード踏みつける、切る切る切る、ガードジャンプで踏む、よっしゃ、ガード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 、ちょっとガードできなくなってる。お、来た、ちょっと離れて回復しないと、回復して防御力アップして、よし来い、よいしょ、
ガード。これで踏みつける。よいしょ、踏む、切る、ガード、踏みつける、切る、切る、ガード、距離を取る。よし、えいえい、踏みつける。一回体幹回復したい。よし、ガード回避。よいしょ、ガードして、来るか、よいしょ、踏みつけ、せいせい、あ、やべ、よかった、ちょっとまずいな。おお、回避、切る、切る、ガード、ガード、踏みつけ、よし来た、来るよ、よいしょ。そうだ、これあれをなんとかしないと。巴の雷返しをね。よいしょ、いって、ガード、パターンは基本的に変わらないはずなんで。よいしょ、よいしょ、よいしょ、危ねえ、弾薬どんどん、うえい、いって、そうだ、どうも気が抜けるね。来るか、あ、痛い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 、銃撃ってきそう、回復、あー待って、よくないな、待ってね、回復させてね。よいしょ、来るか、そろそろ、踏む、よいしょ、よいしょ、うん、回避、防御力アップ、踏む、踏む、回避、よし、切る、ガード、うい、切る、これ逃げる、よし、切る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 、これも逃げる、痛い、ちょっとガードが、回避、よいしょ、ガード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 、踏む、よいしょ、なかなか雷やってこねえ、踏む、よいしょ、私も体幹を回復したい。よし、踏む、一回ぐらい雷返ししたいんだけど、雷返し、よし来た、あ、やばい、ちょっと逃げる、危ねえ、攻撃力アップ、危ない、さあ来るか、よいしょ、ガード、ガード、あっ、絶対待って、これやばそう、いって、回復できるかな、できた、ガード、待って、なんでガードが、ちょっと待って、防御力アップ、弾薬飲んどこ、ロック外れた、ガード、ガード、来た、よっしゃ、ガード、よっしゃ、オーライ、よっと、終わらせる、何、お、終わったか、何？へっ、解釈。やれ。
ぞ。じゃあ、セキロ。一心様、最後まで男だったね。不思議。いや、強すぎだろ。戦いの記憶、剣聖、アシナ、一心。お、秘伝、流線。終わったけど、2万。1、10、100、1000万、いいんだよね。一心様終わった。じゃあ、九郎様。大丈夫か？間違った。どこじゃ。あ、まさか。消えかけてる。涙を飲ませる。これでエンディングに行くんじゃないかな。おそばにおります。涙飲ませてあげて。光ってる。竜の涙。でもこの状態で節立ちしちゃったら。死んじゃうんじゃない？寝ただけ？なんだ、何の刀出してる？嘘だろ？我が生涯の忍びよ、武士たちをお願いできますか？これは悲しすぎますね。終わりました。あ、これ狼が今度仏掘ってる。もう腕外したのかな。あ、エマがいる。これはやはりあなたが持っていてください。義手だね。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。歴史は繰り返すみたいな扱いなんすか。はい、赤狼、これにてエンディングですね。いやー、難しかった本当に。なんだろうね、あの最後の源一郎さんと一心様、まあなぜ一心様がこう源一郎から出てきたのかちょっと私の中で謎ではありますけども、まあ、一心様死んじゃってたもんね、病で。うん、まあ源一郎さんのあの落ちの水とか、まあいろいろなんか原因はあるんでしょうけども、まあとりあえず言えることは強かった、これだけですね。はい、本当ラスボスにふさわしいですね。でもあの強さは、まあなんだろうね、やっぱし繰り返してやれば動きを覚えられるんで、動きを覚えれば確かにいけないことはないんですけども、私絶対あの何回生まれ変わっても初見は無理でしょうね、初見クリアは。はい、そんなことで終わりましたが、はい、すいません、スキップさせていただきました。このまま2周目の戦いを始めますか。始めない場合は後でアレデラの、ああ、そうだね、まあ後で、まあやるとしてもね。若干気になるのはあの半兵衛さんなんですよね。私半兵衛さんに節立ちというかあの切ってあげるみたいな話してたんで、この段階でアレデラ行ってどうなるか。今これ扱い的にはどういう状況なんでしょう。旦那、まだ飽きない、大丈夫です。じゃあな旦那。
じゃあこれでそのまま半兵衛さん行ってみますね。お、座ってない？話聞いてみよう。ようやく行ける。そうなの？老いばらを切れなんだ無念。ようやく覚悟変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあやれい。やれい。え、いいのこれ？へっ。よっしゃ。もうさらば。かっこいい。何落としたんだろう。奥の歯？忍びの青い飛躍が仕込まれた差し歯。使用しても消費しない。使うときは奥歯を噛みしめる。ああ、幾度でも死ねる。だが覚えているだろうか、普通は一度死んだらおしまいだ。はあ、はい。というわけで、すいません、最後の最後でちょっと半兵衛さんのシーン入れましたが、赤狼は以上になります。これね、マルチエンディングだよね、確からしいので、まあ、私はあのルート行きましたけど、私のやってないこととか、あのね、過去の世界のフクロウさんとか私倒してないんで、その辺も、いろいろルートに関係してくるそうなので、まあ興味のある方はぜひやってみてください。はい、ではそれなりに長いことやってきました、赤狼。今回で終わるのは悲しい感じはしますが、まあまた人気あるから近い感じのやつも出てくれると信じておりますので、その時にまたお会いしましょう。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。